がとうございます。はい、あれ今カランコロンカランって鳴りましたね。鳴りましたね。早速お客さんなんじゃないですか。まさか、本当ですか。ですか、ちょっとお二人いらっしゃいませ、言ってください。いらっしゃいませ。チュートリアルさん、そしてスイーツに関わりのある方々ご来店でございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ちょっと、はい、今回吉本ブッキング頑張りましたね。すごいですよ。スイーツの両巨頭を来ていただいてますよ、柴田山親方と真壁刀義さん、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。芸人メンバーも今をときめく、そうですよ、忙しい2組ですよ。いやいやいや、そしてちょっと徳井さん見てください。徳井さん、サプライズでございます。うわ、最上もが、そうです、最上もがさんがオープン記念しましてサプライズで来てくれました。あ、どうも、初めまして。これなんで本当のサプライズ、これなんなん、はい、なんで、はい、ガチのサプライズ。嘘、駆けつけてくださったみたいですよ。徳井さんが好きだ好きだと、はい、いろんなことで言ってますことで来てくれたんですよ。名前を徳井徳にしたいとずっと言ってたんですよ。そうですね、すごい、すいません、お忙しいところ、オープンおめでとうございます。ありがとうございます。隠れててくれたんですから、ずっとびっくりした。あんな汚いぐらいおった。そうですよ、ずっとこの後ろで、はい、もうわけわかんない、このオープンのくだり見てたんですから、はい、わけわからん、どうでもよかったです、このこれ。どうでもよかったあらへんから、お前。本当ですよ、本当すいません、ありがとうございます。本当にだって、いかつい金髪の後ろから美女の金髪が出てきたんですからね。そうですよ、びっくりしちゃいましたよ。びっくりした。ちょっと、あの俺に聞こえる声だけでいい加減にしろってやめてください。おって言っていただかないと怖いですよ。こんなんあんねんな。そうなんですよ。あ、そうなんですか。だから本当に吉本今日ブッキング頑張ったんです。頑張ってますね。すごいですね。頑張っております。すいません。はい、ということで皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで改めて一組ずつご紹介していきます。はい、まずはですね、チュートリアルさんが東京の芸人さんで最初に親しくなった後輩ということで、ピースのお二人よろしくお願いします。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 本当にお付き合い古いですよね。何年ぐらいの。もう何年ですか。10年近くですよね。10年ぐらい、ね、10年来の仲という、はい、きっかけは何だったんですか。もともと中途さんが本当あのこちらで CS の番組で大阪から来てやるっていう番組がありまして、そこにアシスタントで僕らがつかせていただいて、そこからまあ福田さんもちろんそうなんですけど、まあ、特に徳井さんとちょっとエロティックな番組です。エロティックな部分で、そうですね、すごくなんか仲良くなっていて、意気投合したんですか。まあ、そう、そういう部分で、はい、意気投合しまして、はい、最初は僕のことを先生先生と、はい、そういう、ね、色っぽい意味での先生みたいなことを言ってたんですけど、すぐに綾部君が僕のことを追い越していくという今状況です。そういうことです。なるほど、はい、公私ともに仲がいいということですね。いや、もう本当に一番お世話になってるお二人です、はいはい、で皆さんプライベートでも遊んだりするんですか。そうですね、この間も徳井さんとは、はい、ちょっと濁すような話だとやめてもらいますよ。大丈夫なんですか。でバイクで一緒にねとか、はい、ディズニーシーもこの間行きました。はい、ディズニーシーちょっと、お二人で。そうですね、じゃあ何でしょうね、はい、僕らと、はい、あとお姉ちゃん2人で。最上さん来てんですか。あ、ごめんなさい。いや、まあ、普通のお友達です。完全なるダブルデートをしてるっていう状況でしたけど。完全なるデートだったんですね、はい、まあ、お友達と一緒に、ね、楽しんだということでございます、はい、さあ、又吉さんは。はい、忙しい中ありがとうございます。そうです、ほんまの先生ですよ。ほんまの先生ですからね。いや、もう本当にお世話になってるんで、さっきのドラマですか、なんとか出していただけないですかね。またよしよ。4話5話作るとき、はい、偽シェフみたいな。そんなややこしいストーリーじゃないんですよ。偽シェフが登場するっていう。お前の料理あんまうまくなさそうやけどな。僕が先生のストーリー否定するの今ダメですよ。あ、そうですね。そうなんじゃないです。いい話になるかもしれないです。確かに。なんかお前、そう、なんかホテルの方たちみたいな感じだった。ホテルと。ホ
ホテルの方たちのホテル感強いぞ今日なんかお前。全員ホテル感。いや綾部さんも含めてホテル感強いですよ。この4人ですか？違うタイプのね。なんかマネージャーっぽいですよホテルね。はい。ペキマネージャー。支配人とドアマンみたいな感じで来ちゃいましたけど。で厨房の方々。厨房の方々。関わって。そしてそこに来たお客様みたいな、ね。お客様ということで。でもカフェですからね。そんな感じでいいんじゃないですか。いや素晴らしいカフェオープンしたということで。はい、まあ又吉はね読書好きですから。はい、お寺も好きでカフェ喫茶店行って読書するなんか好き。でも全部揃ってるんですよ。持ってこいですよね。はい。お寺と読書とチュートリアルさんですよね、うん、全部好きなもんが集まってますからお前俺らのこと好きやったいやあの伝わってないと思うんです好きですよ僕伝わってないんですか全然そんなね愛情を感じないんですよ環境はまあ表出さないですよいや好きでいろんなところで言ってますもんそうなんや、はい、僕らダイラルさんに小学校の時言ってそれこそさっきおっしゃってましたけど、はい、お寺好きなんですよ本当にでやっぱりね、はい、僕がたまたま一回行った時その時に北大路欣也さんとマナーザーさんが銭形平次撮ってましたからねへえ小学校だったんでその時はまだマナーマナーザーさんの魅力に気づいてなかったんですけど後々ね後々今描いたらなんか写真とか撮ってればよかったなっていうね、うん、それが大学そこで、ね、塾上のあれに気づいたのかもしれないもしかしたらそこで目覚めたのがもしかしたら大学上だったかもしれませんねあ、はい、書くの字がやっぱり、ねはい、目覚めるという覚醒で書くどうでもええわほんとにどこに上げてんしたのが大学さんだったっていう塾上好きのルーツがそこにあったマナーザーさんだったっていう違いますよ、うんはい、そうぐらい思い出のある場所ですから、うん、はいということでありがとうございます、はい、ありがとうございますさあそしてですね大角寺カフェに女性に訪れてほしいということで実際に昨日スタッフの方に今日行けますという連絡が入って来ていただいた、はい急遽小川さんでございますわすごい急遽なんですよ今一瞬あのおかずクラブとのスリーショットになったんですけどそれちょっとやめてもらっていいですかなんか似てますよね似てないよ、ね、なんかいや似てるじゃないですか一緒じゃないですか共通点はただ女性っていう共通点しかないからお前らそうですかあと全部違うよ頭の大きさそんな違う顔とねえそうですかいやそんな大して変わんないけど髪の色くらいだよ、ね、一緒よほぼそっくりすごいな化け物じゃねえかお前らそんなことないお前なんか髪の毛の厚みすごくない毛量てか厚みが剥げない、剥げないからいい剥げないからいいと思いますよねやっぱさあ、最上さん大変だったんですよね、はい、今日隠れてていただいてすみません、サプライズのためにね、結構ね、はい、どこに待機してくれてたの裏の楽屋にもいなかったですねこっそり奥の方にいました、一人で、はい、もうね、もうありがとうございます申し訳ないです、いや、大好きなんですよそうなんですよね、はい、実際会ったことはあるんですかお会いしたこと一回もないですえ、はい、初初めてです初なんですかそうそうそう今日初めましてです、本当にどうですか、生で見てみていや、可愛いですねどんなところが、どんなところが好きなんですかです、ね、やっぱもう、なんといってもこの金髪ショートはい、やっぱもう金髪ショートの中でも何と言っても金髪ショートですよ実際ねなんか内面で言うじゃなく金髪ショートがまず何と言ってもまずは金髪ショートが好きなんです、で金髪ショートの中でもやっぱり最上さんの金髪ショートが一番このねフォルムが、うん、フォルムがなんかスッとされてますから、うん、一番美しいオカリナちゃんのショートはダメですかあれはどうなの黒髪ショートじゃダメダメですよなんかあれはこの上からバーンって落ちてきたみたいな完全なそんなことない。私たちは変わんないですよ。なんかこう白いの着てるとなんか巻き羽織にしか見えないみたいな。それずっと言ってますよね。7年間ずっと言ってますよ。ずっと巻き羽織。後輩に巻き羽織入ってきたの。後輩に巻き羽織入ってこないでしょ。なんかオカリナも奥にいるぞ。手前にいるような立体。すごいですよね。顔の大きさが全然違いますよ。巻き羽織だよ。巻き羽織。ねえ、巻き羽織がゴールに向かって来てるような。止まってるのに動いてるような。